新年の準備の進み具合はいかがでしょうか。今日から来年の年賀状の受付が全国で一斉に始まっています。千代田区の JP タワーホールで開かれた引き受け開始セレモニーでは、アイドルグループのメンバーが晴れ着で登場。新しい機能をプラスしたぐるぐる AR 年賀状を用意し投函しました。このぐるぐる AR 年賀状は、スマートフォンを年賀状の画像にかざすと動画が見られるというものです。セレモニーでは人気お笑いコンビがこの年賀状をユーモアを交えて紹介し、会場を盛り上げました。日本郵便では年賀状を元日に届けるためには今月25日までに投函してほしいとしています。